こんにちは。俺の推しが1万キロ離れてるわけがないからタグオです。どうも。はい、今回はですね、なぜこの動画を撮ろうと思ったかと言いますと、もちろん栗山崎くんの話です。いやー、ほんとね、ついさっきか、ほんとさっき知ったんですよ、朝。まあ、リサがね、最初見たんですよ、携帯を。ブエッって言うから、何っつって、何っつってね、携帯をこう、パッと見たら、おふ、マジかー、まさきーってなったんですけど、まず、お疲れ様でした。まさきくん、お疲れ様でした。とか言ってんですけど、まあ、まだ気持ちが追いついてないんですよ、僕。いや、ショック、いや、まあ、びっくり。いや、結構悲しい。っていうのが正直な気持ちです。でも、お疲れ様、2月まで応援してますし、もう、感謝の気持ちでいっぱいです。それも本当なんです。それも本当です。悲しいのも本当です。やっぱね、5年間突っ走ってここまで来てくれてたんで、辛いこと悲しいこととかね、いっぱいあったと思うんですよ。もちろん楽しいこともあったと思うんですけど、いや、よくぞね、ほんとここまで我々に元気を与えててくれました。ほんとありがとうございます。ほんと僕も押してきても 4,5 年になるのかって思うと、なんか胸がいっぱいです。ほんとほんとね、もうかっこいいし可愛いし、もう完璧なんですよ。面白いしね、顔面国宝ですし、イケメンかっこ悪いまさきくんもね、いろんなやっぱメンバーの卒業を見送ってきたと思うんですよ。もう7人ぐらいかな。だから今度はね、見送られる側としてね、2月卒業しちゃうんですけど、まだ皆さんでもね、半年ぐらいあるんで、まだまだ会いに行けますしね、応援できます。まあ、もちろん海外勢はね、会いには行けないんですけど、なんかそこはね、やっぱ悔しい気持ちいっぱいなんで、僕らの分まで日本の皆さんは会いに行ったり、会いに行けたら会いに行ったり、ね、応援して押してってください。僕もここからできる限り応援したいと思うので、どんどん応援していきましょう。先週だっけか、まさきくんとトークポートでね、話せたんですよやっぱね、なんかこう推し、もう本命の推しとはね、こうなんかまともにちゃんと喋れないんですよ、僕。緊張しすぎて。いやーね、ちょっともうこう残り少ない時間をもっとね、ちゃんと話せるように頑張っていきたいと思って、もう本当になんかこう、あ、どうもーっつって、ありがとうございましたっつって、応援してます、そんなね、テキストブック、テキスト通りのね、言葉しか出てこないんですよ、僕。もうもっとこうね、あの曲良かったです、まさきくんのこのパート良かったですとかさ、なんで言えねえんだろう。いや、まあでもね、さっきも言いましたけど、まだ残りあと半年あるんで、卒業までにちゃんとまさきくんと話せるようにすることっていうのが一つの目標です。2月までに日本がね、僕ら海外勢が行ける、なんだろう、状況になってればね、僕は卒業公演に絶対行きたいと思ってるんで、卒業公演が叶わなくても、その前にあるね、ライブとか違うライブとかに行きたいと思ってるんですよ。で、もし、こういう状況が続いているのであれば、まあ、今の状況でね、できる限りの応援をしたいと思うんですよ。こっち、アメリカでね。もし生配信とか、もしアーカイブとか残ってるんだったら、そっちでね、見て応援したいと思います。ほんと、ケンスイ君の時もやっぱ、僕行けなかったんで、ほんと、悔しい思いをしてるんですが、でもやっぱりね、トークポートでね、せめて話せるんで、僕は。だから、幸せな方なのかな。まあ、でも、その場、その時の状況で、応援して、パワーをもらって見送りたいと思うので頑張りますしてね、卒業してもね、咲子さんにはね、本当にもう幸せな年です。本当こう幸せに楽しんで、これからの活動を応援してます。そして皆さん見ました、普段塾の新しい MV、 生きることは尊いに決まってんだろおめえ、ぜひ見てください。PV 本当かっこいいんで、あとこう元気もらえ、パワーがすごいこうもらえる曲なんで、ぜひぜひライブで見てみたいです。僕も毎日聴いてるんですよ、実は。すっごいいいと思うんで、皆さん聴いてください。はい、そんな感じでね、今日は終わりたいと思います。皆さん押していきましょう。普段塾、これからの普段塾もね、2月以降の普段塾も押していきましょう。みんなで、僕も押していくんで、よろしく。
もしこの動画をね気に入ってくれたのであれば、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。俺の推しが1万キロ離れてるわけがないから、タクロでした。じゃあね、推していきましょうね。バイバイ。